百花王学園は私が作った私のアクアリウム、弱肉強食を断りとして美しく循環する閉じた世界、それを歪ませる輩が現れた。また一緒にギャンブルを楽しみましょうね。私立百花王学園、この名門校には絶対的な階級制度がある。勉強やスポーツではない、ギャンブルの強さのみ。妙な奴らが転校してきたらしいのよ。全員名字にバミの字が入ってる。よく来てくれたわね、みんな。この方々は本家当主たる桃バミキラリ様に連なる一族、称して桃バミ一族。あんたの名字も同じ字が入ってるわよね。まあ遠い親戚とかですかね。生徒会を解散しようと思うよ。ようこそ弱肉強食の生徒会長選挙へ。この選挙は投票制じゃない。一人一人の票はギャンブルでのみやり取りされる。私は生徒会長になるわ。失うものはたかが知れてる。今回の生徒会長選挙、なめない方がいいわよ。百花王学園を取ることはこの国を取ること。面白いかキラリ、我々分家の者が右往左往するのを眺めるのはこの一族に食い荒らされようとしている。さあ選べ。こういうギャンブルがしたかった。さあ勝ってくれ。私のたしなみ。失うものはたかが知れてる。明日をなくしても未来がなくなるってわけじゃない。夢を見るには知りすぎた時代。